JR のガイドをします。あちゃん分かんないですね、今ここにいるのはオスのオオステナガザルのラシットって言います。はい、背中描いてくださいって言ってますね。オオステナガザルっていうステナガザルはですね、実は日本にはあまりいない種類でして、よいしょ、今国内にはですねオスが8頭、メスが5頭、合計13頭しかおりません。13頭中の5頭が今ズーラシアの方で生活しています。でね、今ボウシナガザル目の前にいるラシットくん、なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、こっちこっちこっち、ラシー、はい、ラシットくん右顔見えましたかね一瞬しか見えないけどですね、体が黒くて顔の周りに白い模様があるのが男の子。写真を用意しましたんで写真にしましょうかね。こんな感じですね。よいしょ。この黒いのが男の子で、逆に女の子は体全身ふわふわの真っ白い毛が生えているのが女の子になります。はい、全然出てこないですね顔がねあ、来た。でですね、テナガザルというだけあって毛が長くて、しかもね足も結構長い。お、よかった、お顔見える。でね、今実はお客様がとても少ないので人恋しくてですね、ちょっと遊んでっていう風にすぐ来てしまいますね。結構あのお客さんがいる時はお客さんの方にもよく寄ってっちゃったりします。ちなみにテナガザルっていうのは世界中にまあ17種類ぐらい、とってもたくさん種類がいまして、こうしてテナガザルはここですね、11番この辺に住んでいるテナガザルになります。世界でもねあんまり飼ってるとこ少なかったりするんですよ。なのでズーラシアでは頑張ってぜひ赤ちゃんが見たいなと思っているんですけれども、ズーラシアね結構みんな血統が近い子が多くて、ちなみにラシット君ここですね。ラシット君なんかここハートにバツついてますけど、これ何かと思います。ここにいるコーリーちゃん、実はですね他の動物園からお嫁に来てくれたコーリーちゃんという子いるんですが、ラシット君うまくいきませんでした。いや、コーリーちゃんはラシット君大好きだったんですけど、ラシット君がねあんまりコーリーちゃんのことをお気に召さなかったようでして、ここはちょっとうまくいかなかった。ちなみにコーリーちゃんなかなか入り好みも激しくて、ゴマはダメでしたね。ゴマはちょっとなんかちょっと変わったところがあるテナガザルなので、ちょっとお気に召さなかったよ。で、コーリーちゃんは今、ゴピットくんっていうこと、ラブラブしてますので、ぜひここで赤ちゃん生まれてくれるといいなと、飼育係としては願ってますね。そうすると、皆さんの前にも、ちょっとね、ちっちゃい、こうしてテナガザルの赤ちゃん見れるんじゃないかなと思います。ちなみに赤ちゃんこんな感じです。白いですね。これちなみに、ゴマなので、将来は真っ黒になる子なんですけど、男の子で真っ黒になるんですが、生まれた時は男の子も女の子もこんな感じ、白い感じになってますね。ラシットくん、ラシちゃん、こっち見てください。こんな風にですね、今ちょっとこうして流ざるお客様が少なくて、いつも見るとですね、結構上の方でブンブン動いてたりとか、大きな声で泣いてる姿、皆さんご覧いただけてると思うんですけれども、ちょっとね、今皆さんに会える日を楽しみにエネルギー蓄えてる感じですので、ぜひ開園した暁にはオオステナガザルも見に来てください。では